どうも、ノイアーのユニフォームの背中の綴り始めてみたとき、へえ、これでノイアーって読むんだって思ったよね。でおなじみ、レオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。前回の動画 U22 の、世界ベスト11僕選びまして、皆様の意見とかを聞かせてくださいみたいなのをね、言いましたら結構ですね、コメントいただけて、まあその中でですね、やっぱ気になった選手、それに対して、僕もですねアンサーをやはりですねラッパーですから返していかなきゃいけないなっていう風に思ったんですけれども、その中でですね僕特にですね、あ、確かに皆さんに言われるまでちょっとこれはですね入れ忘れてたかなと思ったのが、デレアリ選手、コマン選手、この2人ですね。デレアリ選手なんかね、イングランド人っぽくないっていうとちょっとあれなんかもしれないですけど、狭いところでのテクニックだったりちょっとファンタジーを感じるような、プレイヤーでして、このデレアリ選手、まだね調子に波があったりですとかプレーに波があるんですけれども、非常にですねいい選手になる気がします。まあユーロでねイングランド代表の普通のフル代表のメンバーにも選ばれてまして、それだけ実力があると思います。そして、コマン選手、こちらフランス代表で、ユベントスからバエルに移ってね、その運動量、守備での献身性だったり、ただのドリブラーじゃないぞっていうチーム全体をね勝たせるためにいろんな働きができるということで、このコマン選手も、いい選手だなっていうふうに思いまして、まあ、この2選手なんかね、あの選んだ11人のメンバーに代わって入ってもいいぐらいの選手だというふうに思いました。そしてですね、結構声が多かったんですけど、僕的にはちょっと今のところは、一段落ちるかなって思ってるのがレナト・サンチェス選手でして、こちらの選手に関してはやはりポルトガル代表の時すごい良かったですよね。ポルトガル代表の場合はやはりですね、あのチームのサッカーがこう守備組織はですねきちんと硬いんですけど、攻撃の時に結構ですねその守備組織の陣形崩さない程度にアドリブで点取ってくれみたいな、感じのサッカーだったんで、こうレナト・サンチェスのように、個人のね力で結構打開できる選手っていうのはすごく輝いたと思うんですよ。ただですね、バイエルン・ミュンヘンの試合、レナト・サンチェススタメンで、使われた時にですね、結構なんかチームの組織の中でなんか変な動きしちゃってたりとか、ポジショニング悪かったり、その身体能力でなんとかカバーしてるんですけど、なんかねそういうところで、え、そんなポジショニング取っちゃうのとかね、なんかこう結構そこ邪魔だよみたいにあらばにされてるみたいな、感じのシーン、まあ邪魔だよってやってないですけどね、あ、そこいるんだみたいな感じのプレイされちゃってるのがありまして、結構これですね、あの僕とかがいっぱいサッカー見てるから気づくんじゃなくて、結構ですねどの方が見ても、え、レナト・サンチェス何してんのみたいなシーン結構ありますんで、フルで見れる方がいらっしゃったら、見ていただけたら結構納得できると思います。ただですね、それをね、補うなんか身体能力とかね、本当にこれ18、19っていう風に思うようなプレーもありますんで、まあこれからですね、ビダルの後継者的な感じになっていくのかなっていう風に、思います。そんな感じですね。というわけで、本日今朝ありましたね、チャンピオンズリーグ、いろんな試合あったんですけど、やはりですねこうマッチプレビューしました。レアル対ドルトムントの試合、この試合2対2の引き分けでした。どんな試合だったか、どこが勝負のポイントに分かれ目になったのかっていうのをね、僕なりの、分析させていただきたいと思います。まずスタメン、こんな感じでした。はい、ここで僕ちっちゃくなるんですね、いつも。はい、ここでですね、レアルマドリードの方のスタメンなんですけど、これ僕、外れまして、まあ、これもね最近のハメス・ロドリゲスの活躍から言ったらスタメンあるのかなって思ったんですけど、4-2-3-1ですごい攻撃的な布陣、左ダニーロでダブルボランチ、クロース、モドリッチでハメストップしたっていうね、これ 4-1-2-3 みたいになるのかなと思ったら、試合通してこの形が多かったですね。かなり撤退守備強いられる時はクロース、モドリッチのところにハメス・ロドリゲス戻ってきて、クロースアンカーの、3枚っていう感じになる時もあるんですけど、基本的にこの陣形でした。これね、あの FIFA の体験版ダウンロードするとレアルマドリードのデフォルトの布陣がこれなんでね、こんな攻撃的に今のマドリーしないよとか思いながら使ってたんですけれども、実際にやったってことでね、これからね、まあ明日、発売みたいなんですけど、体験版やる人はわざわざ、カゼミーロを使うように直さなくてもやりやすいんで、すごくですね、なんか良かったと思います。なんか雑にまとめちゃいましたね。そしてですね、ドルトムントの方なんですけれども、ドルトムントはですね、この左の布陣、ゲッツェがですね、途中から出てきたりするのかなと思ったんですけど、最初から使われましたね。プリシッチが右に入んないで、右にデンベレが入って、左にですね、ゲッツェが入って、で、中盤にゲレーロって感じで。まあ、ただ攻撃の時にこのゲレーロ、ゲッツェが結構ポジションチェンジしてましたんで、一応守備の時の陣形の時はこんな4-1-2-3、こんな感じに、なっていました。さて、そんな感じで始まった試合なんですけど、
どっちのチームもですね、15分20分ぐらいまでかな、まあ細かい時間ちょっと忘れちゃったんですけど、すごいハイプレスで、なんかね、切り替えの、すごい早いですね、まあインテンシティの強い強度のあるなんかぶつかり合うみたいな、そんな激しい立ち上がりになりまして、まあその激しさの中でね、両チームテクニックもあるんで、結構危険な位置で、ファールとかをもらいまして、そこからのセットプレーで、まあロナウドと、そしてカストロか、この2選手の、この2選手の、セットプレーでですね、フリーキックですごいチャンスになりました。ロナウド今シーズンからね、フリーキックの蹴り方変えましたね。普通に巻くボールをいっぱい蹴るようになってまして、この辺も終わり頃からやってたのかな、ちょっと僕の印象だと今シーズンからなんですけれども、ただ蹴り方の方がすごく、精度が高くてね、もともとキック力もある選手なんで、いいなっていう風に個人的に思いました。それで両チームの攻め方の話を、したいと思います。まずドルトムントなんですけれども、オーバメヤンが下がってですね、その、空けたスペース1列目のスペースに対して、この、ゲッツェデンベレが斜めに入ろうとしたりですとか、ゲレーロカストロが飛び出そうとしたりとか、そういう攻め方をしていました。そして、ゲームメイクの時なんですけれども、本来だったら、バルトラが入ってるうちにセンターバックやはりギンターが使われましたね。バルトラベンチにも入ってなかったんで、間に合わなかったんだと思います。この図のようにですね、バイグルに対してハメスがですね、きちんとマンマークのような形になってるので、まあ、これがね 4-2-3-1 使った理由の一つなのかなっていうふうに思うんですけれども、このようにですね、バイグルが、ゲームメイクの中心になれないような、扱いを受けてますので、その後ギンターが持ち上がるシーンが増えます。まあそんな中でね、僕が懸念したちょっとね危ない縦パスとかもあったんですけれども、やはりですねこれによってちょっと本来のドルトムントの攻撃力落ちてるかなっていうふうに思いました。それとですね、先ほど言ったようにオーバメヤンが下がってきたスペース、これですねクロスモドリッチだけじゃ、対応しきれない、やっぱダブルボランチでねクリロナの、戻りとかもない場合、クロスがね左サイド広がってかなきゃいけないですし、ダニーロ自体もねデンベレとの1対1だとちょっと分が悪いところありますんで、そういうところでですね中がちょっと空きがちになるところにパスを通されるとどうするのかなっていうところで、セルヒオラモスがガンガン出てってですねオーバーメアンを潰す動きをするんですね。この出足がすごいんで、このオーバーメアンだったりとかゲレードだったり、このバイタルエリアを使ってくる選手たちをセンターバックが出てって迎撃するっていうね、すごいリスクの高い守備の仕方なんですけれども、これはセルヒオラモスの、能力があるから、いけてるのかなっていうふうに思って、なんかセルヒオラもすごいなっていうふうに思いました。それとですね、やはりサイドバックがですね、ビシチェク、シュメルツァー、これすごい上がるサイドバックなんですけれども、やはりレアル相手でクリロナ、ベイルですごい怖い2人なんでね、ここの上がりがなかったのが、ちょっと外と中両方から攻めれるドルトムントとしては、外使って中使ってって感じで、攻撃に迫力を増させるっていうのはちょっとリスク管理の面でできなくなっていました。レアルマドリードの方はですね、カウンターの時、守備の切り替えの時にですね、このようにドルトムントがですね、奪われた瞬間にこうプレスをかけますんで、そこの切り替えでやっぱりセンターバックとサイドバックのこのですねスペースが結構ですねギャップができるんですね。このギャップに対してベンゼマが斜めに走り込むことによって、チャンスを作るシーンが多くてですね、センターバックとサイドバックの、間のスペースをついて、まあ、それをですねサイドバックだけでドルトムントが対応できないとソクラティスが出てったりギンターが出てったりとかするんで、そういうところですね中のマークがずれたりとかして、チャンスを作っていましたし、レアルの1得点目なんかね、ここの2つのスペースを両サイド振られる形で、使われたところが失点になっていましたので、こういうところがですねレアルのなんかね組織が整ったところから、ここで打開できるそのねカウンターの鋭さとベンゼマの頭の良さ、両方出たようなそんなすごいシーンだったと思います。そしてドルトムントも同点にしたシーンなんですけれども、ラモスが、前に行って潰してたって言ったそのバイタルエリアですね、そこでですね得た、フリーキックを、ゲレーロがですね強烈なボール蹴りました。こぼれ球をオーバメアンが詰めたっていう形で、やはりですねここの、バイタルエリアのスペースを使われるとやっぱファールでも止めなきゃいけなくなってくんで、そこでね得点自体はセットプレーでしたけれども、このドルトムントの攻め方が、こじ開けた1点だと思います。そしてレアルマドリードもですねカウンターだけじゃなくて、そこからですねやはり1対1のままじゃねダメなんで、そこからこじ開けようとして、押し込むようになる時間帯があるんですけども、その際のですねドルトムントの守備すごい硬いんですね。このように、レアルマドリードがですねチコ、ポゼッション型になった時に 4-1-2-3、まあ、4-5-1 みたいな感じでですねここにガチガチに、引いて守るんですね。でこの形で
で2列目がちゃんと下がってきてセンターバックとの間をすごくコンパクトに保つんですけれども、レアルマドリードの場合モドリッチクロスどっちもパスの精度すごい高いですよね。この2選手が両サイドのスペースが空いた時にここに効果的にフィードを送り込みます。その時にですね、まあ、両サイド、まあ、このシーンではハメスにしたんですけれども、ここに流れていった選手とサイドバックの選手のコンビネーションによって中にクロスが入ると、中で待ってるのはクリロナだったりベールだったりベンゼマだったり、すごくですね空中戦に強い選手たちですので、それによってですねすごくピンチのシーンが増えるっていうことで、これねデンベルとかはね、あのゲッツェとか戻ってきてるんですけど、やはりそこで奪いきれないんですよね。ここで奪いきれたり囲い込めるのがアトレチコマドリードのすごいところなんですけれども、まあここで奪いきれないことによってね、中ガチガチだったら外使えばいいやっていう ね、どうせね外からすごいクロス入れたらっていうか雑なクロスでも叩き込めるやつがうちにはいるしっていう感じのね、レアルマドリードのガード固められたらその上から殴っちゃえっていうような、そんなね理不尽な攻め方してまして、これはねバルサファンの僕からすると、あうちのチームだとこの攻め方できないから中固められちゃうんだよなっていう風に思うような、そんなですね羨ましいシーンでしたね。そんな感じで1対1で、そのままですね後半に入るんですけど、このクロスに対する対処法でサイドの守備がどんどん緩くなってったのがドルトムントなんですね。やっぱり時間帯が進むにつれてスタミナなくなりますから。そして、レアルマドリードの方もやはりバイタの守備がですね、ラモスがイエローカードもらいましたし、なんか結構ですねやっぱそこ運動量なのかな、まあ、モドリッチずっと走ってますんでねクロスも、なんでそういうところで緩くなってきまして、どっちもですねその相手がですね狙ってくるところが弱くなってるんで、こっちこれどっちがやられちゃうんだろうっていうようなそんな状況だったんですけど、まあやられちゃったのはドルトムントでして、まあセットプレーからのシーンだったんですけど、セットプレーからショートコーナーでそこからクロスを上げるシーンで、まあクロスに対する対応が緩くなってたところにペナルティーエリアの外からですね、バランとセルヒオラモスが走り込んできて、ね、まあ折り返したのは確かベンゼマだったんですけれども、折り返したっていうかバーに当たったシュートだったかな、ヘディングだったかな、それをですね、バランが押し込みました。これですね、ショートコーナーだったんですけど、そのセットプレーから蹴る瞬間まではもうペナルティーエリアにそのねレアルのセンターバック2人入ってきてないですよ。ただショートコーナー蹴った瞬間に入ってくるんで、あれそういうサインプレーだったと思うんですよね。結局その外から入ってくるセンターバックだったりとか、まあそれにね一瞬注意引かれたのか、ベンゼマもフリーになってますし、結構ドルトムントの守備陣混乱してましたので、そのセットプレーのバリエーション、あこういうやり方でヘディングの強い人たちをフリーにするんだっていうところでね、なんかセルヒオラモスがヘディングでの得点多かったりとかね、そういうところは結構ねセルヒオラモスだけの実力ではなく、こうチーム全体のね戦術として機能してるんだなっていうふうに、思ったシーンでした。でもドルトムントもねシュールで入れたりですとかね、セルヒオラモスもねイエローをもらっててなかなかね出にくくなってくる状況で頑張って攻めるんですよ。ただそこでですね変わらずセルヒオラモスはですね2枚目もらうか俺はっていう感じで同じように出てくるメンタル、もう1枚もらったらレッドなのにっていう感じで、それでも変わらずね俺がこの守備を支えるんだっていう感じでやってるセルヒオラモスと、あとですねファインセーブしまくる、ケイラーナバス、この2人のプレーはなんか男を感じましたね。これ相当厳しいなっていう風にドルトムントなってたところで、ジダンがですねここでハメス・ロドリゲスに変えて僕が予想してたコバチッチ投入します。コバチッチの投入によってですねクロスが開けたスペースに対して、コバチッチはカバーリングの能力が、強いですし、まあクリロナ今回頑張ってねやっぱ本気の試合なんで守備してるんですけども、そのクリロナが戻りきれてないところもいけるってことで、コバチッチを途中から投入することによってその運動量の面でね、テクニックもありますし、そういう風に、チームをですねこう守備的に、したんだと思います。で中固められちゃったんでこれやばいなっていうところでですね、ここでトゥヘルは手を打ちます。エムレボールは中のポジションで入れたんですけれども、ゲレロに代わって、プリシッチ、この選手をですね右サイドに置きますね。中固められたんならもう外しかないってことでですね、外にこのような形で、突破を仕掛けるようになります。ラスパルマス戦ご覧になられた方だったら結構わかると思うんですけど、サイドからのクロスにバラン対応ちょっとミスったりとかするんですよね。ヘディングは強いのに、なんかこうクロスボール弾く位置悪かったりとか、中のねマーク結構ね不倫しちゃったりとか、そういうのでね今回のシーンも、バランが不倫したところをカルバハルがね、カバーに行ったんですけど、オーバメアンと交錯してこぼれ球をシュールレがスーパーゴールしたって感じで、シュールレね本当に足痛めてたみたいだったんでね、あのゴールもう魂のゴールだったと思います。それで同点になりまして、まあ、お互い攻め合いながら、決定打を打てず試合終了っていう感じになりました。ジダンはですね守備固めするなら徹底するべきだというふうに僕思いました。今までですねこのラスパルマス戦もそうですし、今回の試合もやはり最後にですねやっぱクロスモドリッチがカバーしきれないですね、センターバック開けてしまう、中の選手に対してのマーク、そこをですねカゼミーロはやってたんですよ。ただカゼミーロがいない状況でどういう手を取るかって言い
いますと、コバチッチ入れて中固めたのはわかるんですけれども、今までの失点の傾向からしてやはり中で弾き返せる選手がいないっていうのが痛いですよね。そこでですね、僕はやっぱり、後半の時間帯やっぱペペのね、アンカーでの使い方、アンカーやらせながらセンターバックにね、外からのボールに対応するときだったり、ラモスが抜けたりとかするときに入ったりとかしてね、そこでですね、守備を固くするっていう、そういうですね、試合の閉じ方を身につけるべきなんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっと長くなっちゃいましたけど、いかがだったでしょうか。レオザフットボールの試合分析でした。もう一本動画上げることになっちゃいましたので、もう一本もお楽しみに。バイバイ。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。下のボットミルの楽曲のところからは僕のいろんな曲が聴けますので、ぜひ